SU-35、SU-35、スホイ35、スホイ35ロシア語は、ロシア連邦のスホイ社が開発し、UA ガガーリン記念、コムソモーリスクナームーレ航空機工場、ナスが製造する長距離対応戦闘機、SU-27 を発展させた第4、世代ジェット戦闘機であり、MAX-2007 航空ショーで発表された。 SU-35BM、SU-35S、SU-27BM、SU-27SM2 Su Su などと呼称されるが、SU-35BM というのは、工場番号 T-10BM に由来し、末尾の BM、ブルジアマダーネザッツや、第、規模近代化かしら文字で、SU-27、 t-10 の大幅な近代化改良型であることを示す。su-35s の末尾の sc はシリアニー量産型の頭文字で su-35 の量産型であることを示す。2003年 su-27 や su-30 と t-50 のギャップを埋める輸出戦闘機として開発が開始された。 しかし、資金不足から2003年のドバイ航空省に模型が出品された。計画の目的は SU-27 の機体にパック f a に実装されるいくつかの特徴を組み込む第二弾の近代化だった。設計段階では2007年までに輸出可能であるとされていた。後に、この計画はパック f a 計画が資金不足に遭遇することへの懸念から開始された。 ことが報告された。2007年には SU-35 上の設計作業が完了。その年の夏に最初の試作機の製造が開始された。完成後、SU-35 から1は、その年のマックス航空ショーで展示される前に、ジュコフスキ飛行場にあるに運ばれ。当時のスホーイのゼネラルデザイナーであった、ミハイル・ポゴシャンは、航空機が海外で、 大きな需要にあったとコメントし、ロシアはいくつかの顧客の交渉としたこと、2010年から航空機を輸出することができることを述べた。2008年2月半ば、SU-35 から1がロールアウトされ、地上走行テストを実施した。そして同月19日、スホーイのテストパイロットであるセルゲイ・ボグダン操縦の元、チェースプレーンである。 SU-30MK2 を伴って SU-35 から 1SN901 が飛行した。55分間の飛行中 SU-35 は高度5000メートル16000フィートに達し安定性、制御性、エンジンなどのテストが行われた。初飛行後の次の日、試作機はプーチン大統領とメドベージェフ首相に地上展示された。 2008年10月2日、第一試作機の約40回の飛行を前に、ナポの J モギー空港において、第二試作機である SU-35 からに SN902 の飛行が実施された。SU-35 は、7月初頭に防衛省と外国当局者の前の前で、初のデモンストレーション飛行を行った。2009年4月26日、 SU-35 の第4試作機が J モギー空港でタキシング中に破壊された。航空機は滑走路の終わりにあるバリアに激突、炎上した。パイロットのエフゲニー・フロロフは脱出し、やけどや他の怪我で病院に運ばれた。航空機は3期目となる飛行試作機であると予想され、4月24日の初飛行を予定していたが、4月27日に、 延期されていた。事故の原因究明のため調査委員会を立ち上げられたが、いくつかのソースからブレーキの故障やある燃料ポンプの障害の結果であったことが推測された。2009年11月、ナポは最初のシリアル航空機の製造を開始した。スホーイは2010年から2020年に毎年24機から30機の航空機が生産されるであろうと推定した。 2010年10月11日、最初の SU-35S の組み立てが完了した。この時点で残りの2機の飛行試験機を使用しての予備、飛行試験プログラムの飛行時間は270時間を超え350時間に達していた。スホーイは航空機が完全に最高速度、高度、レーダー探知距離と操縦性を含め全ての使用と、 パラメータが一致したことを確認した。2011年5月、最初の SU-35S が初飛行を行った。予備試験に続いて、国防省はさらに、武器などのシステムを精査するために6機の SU-35S を伴う状態での共同試験を開始することが期待された。2014年2月12日、 最初の SU-35S の納入が開始された。2015年3月、IDEX-2015 で SU-35 の後世代型の共同開発をすることをロシアとインドが合意したことが報じられた。詳細は明らかとなっていないが緩和では SU-57 の技術が活かされる可能性が高と分析している。SU-35 SU-27M との違いの中で最も特筆すべきは通常美翼型の実用量産機としては珍しく旧 SU-35 のシンボルでもあったカナード翼が取り去られた点である。これは電子装備の構成のおけ軽量化に伴う重心位置の交代や AL-41-1S の TVC 機能、CCV 技術の向上によって 十分な機動性が確保できるようになったため、ステルス性の確保の面では不利とされるカナードによって、揚力発生や機体制御を補助する必要がなくなったからである。これにより、空気抵抗が減少したほか、電波吸収材料の使用なども貢献して、従来のフランカーに比べ RCS が大きく低減している。また、空気力学的な改良も行われている。 これには垂直尾翼の小型化、テールコーン形状の円筒状、スティングと呼ばれる絵の変更、両エンジン間の機体上面の形状変更などが含まれる。背部のエアブレーキは廃止され、ラダーを左右に動かすことで機能を代替している。廃止したエアブレーキ部分に燃料タンクを増設しており、燃料搭載量は SU-27 と比べて22%増加し、 11.5トンとなっている。加えて、増装を装備した場合は14.5トンまで搭載可能である。また、引き込み式空中給油用プローブが装備されており、必要に応じて給油を行うことで、航続距離を伸ばすとができる。チタン合金の広範な使用により、機体構造は強化されており、運用寿命は SU-27 の2倍に当たる6000時間。 最初のオーバーホール時間は1500時間に増加している。この強化により最大離陸重量は34.5トンに増加した。前足は機体重量、搭載量の増加に対応するためダブルタイヤ化されている。一方で水平尾翼に炭素繊維を用いるなど重量を抑える努力も行われている。整備性も改善され部品数が少なくなったほか、 自己診断装置を内蔵している。その他、TA14 から130から 35APU の搭載により、地上車両の支援なしに、エンジンの指導が可能になったことや KS、KS-129Q へ酸素発生装置、a ッ a x の装備で、酸素補給が不要になったことが挙げられる。複雑型はなく訓練機として、SU-30SM が用いられる。エンジンは、 AL-41×1S-117S を搭載する。この総発エンジン装備により、高々度1万1000メートルという限定された状況において、アフターバーナーの使用なしで、マッハ1.1、時速1400キロメートルでの超音速巡航維持できる。ノズルには、ピッチと両方向に稼働する二軸型の水力、変更ノズルを採用している。 インデットと前段圧縮機には RCS 低減を意図して電波吸収体が適用されている。寿命が4000時間であり、機体の運用寿命が6000時間に設定されているので運用中のエンジン交換は1回で済む。明白な外観の際にとどまらず SU-35 のアビオニクスにはロシア独自の技術が投入され、大幅に性能が向上した。 機関となる CPU モジュールには TSP16 と故障されるものが使用されており、軍事用途向けのデジタル信号処理システム向けに設計された 1890VM8 やコプロセッサ65ナノメートルプロセスルール、クロック周波数 800MHz、プロセッサ周波数 2.5GHz、電力消費量 8W、動作可能温度範囲摂取85度から引く、 摂氏60度、制限温度範囲摂氏125度から引く、摂氏125度、組み込みシステム向けリアルタイムオペレーティングシステム、バゲットの制御下で、動作が用いられている。機種レーダーには、パッシブフェーズドアレイレーダー、ペサ N03 を E-RB3 を搭載する。e r b E は、ように開発された N011M を大幅に、改良した。 8から 12GHz の周波数帯を使用する X バンドレーダーで1772個の発信素子を持つ。操作範囲は上下角60度、左右角120度。左右方向に関してはレーダーのみだと角60度であるが油圧式首振り機構を備えることにより、さらに60度ずつスキャン範囲を広げている。新型の電波送受信機あるいはの搭載、同波間を 容量 10kW のチェルノーク型2機にしたことで、平均 5kW、最大 20kW 照準時の連続波に、kW 以上という高性能を発揮でき、RCS が3メートル程度の標準的な目標なら 400km、RCS0.01 メートル程度のステルス目標や巡航ミサイルも 90km から探知できる。同時光線能力も大幅に強化されており、 空中目標なら30目標同時追尾、8目標同時光線、セミアクティブレーダーホーミングミサイル使用時は2目標まで、地上目標なら4目標同時追尾、2目標同時光線が可能で、これはバルスの倍の性能である。イールビスに関しては、将来的に SU-57 に搭載されたベルカで置き換えられる可能性も指摘されている。 SU-35 はコックピット前方に、アルズ3 5という赤外線捜索追跡、アーストシステムを搭載している。SU-27 が搭載していたアルズ2 7の改良型で、光学 TV、赤外線撮像装置、レーザー測距儀を統合している。髪型55から60度、下方15度、左右45度ずつを捜索できる。探知距離は、 航空目標に対し、ヘッドオンで 50km、追尾する状況だと 90km 程度で、エンジンの排気ノズルら、より多量の赤外線を放射するため、同時に4目標を追尾できる。アルズマイナス35はレーザー測距儀も備え、地上目標なら 30km、空中目標なら 20km の距離で目標との距離表情及びレーザー誘導兵器照準を行える。 この装置は2018年9月24日に、非公式のロシアの軍事パイロットがインスタグラムのアカウントに投稿した写真により、回 -22 を補足したと報じられている。ナス三3 5 m と呼ばれる改良型も開発されており、2017年より最初のバッジが供給される予定とされている。対地攻撃記には、航空機の操縦とナビゲーション能力を強化するため、 T220、E 小順ポッドを装備する。自己防御装置としては、紫外線方式のミサイル警報装置を6機、レーザー警報受信機を2機、スポ32パステルレーダー警報受信機、チャフフレアディスペンサーを装備するほか、ジクタンのハードポイントには、R-73 用レールランチャーと選択式で、L265M10 から0にひびぬい、 エムジャミングポットを搭載できる。これは SU-34 が装備している L-175 ヒービヌイの近代化型でモジュール化されている。このバージョンではセンターラインのポットはオプションであるが装備させることによりビブに搭載された多機材と連帯してエスコートジャマーとすることも可能である。効果範囲は左右上下45度 4kW までの出力で 敵レーダーを妨害できる。デジタル周波数記録装置、DRFM を搭載しており、敵レーダーの周波数を解析して、同周波数の電波を発信、磁気位置を疑問する、ディセプションジャミングも可能である。機上通信システムとしては、ポレト社が開発した S-107 から一輸出型は S-108 を搭載している。輸出型の S-108 は UHF 及び、 HF 対域を使用する ATE データ交換端末を含んでおり、これを介して350から 500km の範囲で、最小 25kbps の通信速度で、データや音声を他の航空機や地上施設と共有できる。ATE はジャーティズ及び水端末に匹敵するとされ、使用するデータリンクも高いクセム性を誇っているとされる。 他にも NKVS-27 という地上の管制所を介して早期警戒機などとリンクする通信システムの機材も搭載されている。こちらは HF、VHF、UHF 帯域を使用し線から0から 1500km の範囲で音声通信などが可能。通信速度は HF 帯で75、150、300、2400bps、VHF、 UHF 帯で1200、2400、4800、25000BPS である。操縦系には、新型の KSU-353 軸安定式よえ、デジタルフライバイワイヤーが導入されている。無線広報装置としては、GPS、グラネス統合型のものが搭載される。また、衛星信号が利用できない場合のために、 ビンズ SP にレーザージャイロ式完成広報装置も搭載されている。この装置は精度が以前の完成広報システムの倍であり、他国の同様の装置のほぼ2倍である、約1万時間の寿命を達成している。正面に2機の大型液晶多機能ディスプレイ MV-35、15インチ、アクティブマトリックス、1450-1050カラーピクセル、視野角、 水平プラスマイナス60度、垂直プラスマイナス40度2機、左端に1機の小型液晶ディスプレイ遠隔マイナス35、4X5 インチ、アクティブマトリックス、768X1024 カラーピクセル、視野角、水平プラスマイナス45度、垂直プラスマイナス30度、右上に、電子式の姿勢指示系、アジが備えられ、全にグラスコックピット化されている。 ハドモジューより、広角の i クッシュ -1M、コリメータ式、視野角20、30度が搭載されている。SU-35 のディスプレイシステムは、Mock-35 多機能ハードウェア複合体と、呼称されており、SU-35 の情報管理システム、ユスの一部となっている。Mock-35 は、以下の機材で構成されている。BR。 オンボードデジタルコンピュータ BTSVM バゲット -53 から 31M2 機 BR 多機能ディスプレイ MFI-352 機 BR 多機能ディスプレイエンピー -35M1 機 BR コリメータヘッドアップディスプレイ回 -351 機 BR 外部記憶装置ベズ -1 から11機 BRTV 信号変換 スイッチングユニット b b k t s 2一機 BR。操縦管、スロットルレバーにもフォータス概念が導入され、ユーザーフレンドリーな設計となっている。また、各センサーからの情報を整理して表示する、センサーフュージョン機能も搭載されている。暗視ゴーグルや HMD の併用も可能で、ディスプレイとの互換性を有する。2015年5月2日。 軍産複合体の代表は、の取材に対し SU-35 が、欧米とウクライナが行う、経済制裁の影響で一部部品の輸入が途絶え、それらの輸入部品の在庫が切れた場合機体の生産が、停止すること強調した。SU-35S の生産は凍結され、空軍に配信された機体は、問題の修復が開始されるという。同時に、 スホーイに近い筋は、チップなどいくつかの部品の一部を交換することができないと説明た。また、部品の輸入を放棄して設計する場合、金額や、それに伴う時間がかかるという、武装データの引用元、ジャーヌ・エスアは、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。